全国40億人のカレー好きの皆さんに、グリコちょい食べカレー。スティックタイプお弁当やトーストに温めずにそのまま OK。 もちろん温めても OK。 ズン、これですよこれ。じゃあ早速サンドイッチを作りたいと思います。ちょい食べカレーをパンに塗ってスパム、ドドン。カレースパムサンドイッチ。あの、うまい。トーストにすごく合うと思います。あとお弁当でちょっとカレー食べたいなって時にもいいかもね。グリコのちょい食べカレーでした。グリコのちょい食べカレーでした。グリコのちょい食べカレーでした。